皆さん、こんにちは。佐藤大輔です。佐藤のラジオ第170回よろしくお願いします。はい。今回は、えっ、ー、と、今日 J リーグ公式ページでアップされた動画について少し話をしていきたいと思います。えっ、ー、と、それは v r 導入のために審判員が行っているトレーニングとはという動画です。 これは、えっ、ー、と、J リーグファンは絶対に見ておく動画だなというふうに思いました。まあ、J リーグファンでなくても、VAR 今後ますますサッカー界に広がっていく。まあ、ヨーロッパとかではもうスタンダードになっているので、J は遅いぐらいだっていう話もあるんですけれども、やっぱり今後、あのー、世界的なスタンダードになっていくと思うので、VAR がどういうものか、 審判員がどういう向き合い方をしているのかっていうことが少し伺える動画なのであの絶対に見ておいた方がいいかなと思ったので紹介しますまず本題に入る前にこの動画というか今回の講習の前提ですねで今回協力をしているチームが流通経済大学と流通経済大学は割と日本代表 とのトレーニングマッチの相手になっていたり、J リーグだったりサッカー協会とつながりが深いのかなというふうに思いました。で、あとそれに今回の選手たちはあえて VAR の対象シーンを作るようなプレーを求められていて、要はそのあえて PK ファールになるようなプレーを するとといいうことを求められていてあの初めての経験だったと思うのでかなり難しかったのかなと。で審判員の方々もねそういう状況で笛を吹くっていうことはほとんど ないはずでまあそのあくまでもその VAR の動作確認というか流れの確認っていうのが主なあの今回の講習のあのテーマなのかなというふうに思って見ていましたで気になるシーンについていくつか触れていきたいと思いますでまず最初のプレイですかね 3分8秒ぐらいからスタートするシーンなんですけれども、このプレー、最終的に攻撃側の白のユニフォームの選手とゴールキーパーが接触して、でそのプレーに対して主審はまず、えーと、攻撃側の選手のシュミレーションを取って、白の攻撃側の選手にイエローカードを提示しました。これに対して VAR は、えーと、この判定についてオンサイドレビューを進めました。 VAR としては、このプレーが PK だと判断してのオンサイドレビューの進めっていう感じだったんですけれども、で、オンフィールドレビューをした結果、確かに、えっ、ー、と、ゴールキーパーと攻撃側の選手の接触はあった。接触はあったため、シミュレーションという判定は誤りだったんですけれども、それと同時に、ゴールキーパーが先にボールに触っているため、 pk でもなないいよという判定になった結局その主審の判定も VR の判定もあのオンフィールドレビュー前のものとは違う異なる判定になったということなんですけれどもまあこのシーン今回の講習ならではのシーンなのかなというふうに思いましたそれは何でかというと今回の講習は初めに言ったようにその あえて選手たちはファウルをするように言われていて、そのことは講習に参加している審判員の方々もわかっていると。なので、その、どうしても、その、何かが起きた時に、これは、あの、ファウルなんだ、PK なんだ、という先入観がある。ここが普通の試合とは決定的に違う。まあ、そういう講習なので、そのことを言っても仕方がないんですけれども、そういう、まあ、要は状況だったと。なので、 v r としても今回の接触も、まあ、PK になるものだっていう思いがおそらく強くてオンサイドレビューを進めたんだと思いますただうーん単にシミュレーションかどうか警告が正しいのかどうかっていう場面だと今回の場面を切り取ってみるとオンフィールドレビューは不要だったとも言えるんじゃないのかなと思います そのこの場面実際現実に起きたことというのはゴールキーパーが先にボールに触れているとそうするとあのー、でしかもこの点については VAR よりも主審の方が正確に状況を認識していたとだから主審の方はかなり優秀しっかり見えていたなというところなんですけれどもそうなるとシミュレーションシミュレーションになるかどうかは別として 主審の方が PK を取らなかったっていう判定は少なくとも明白な間違いではないとあのファールとは言えるのかもしれないですけれどもゴールキーパーボールに先に触っているので正当なチャージっていう風にも見えるので少なくとも PK を取らないことが明白な間違いではなかったということになると思いますでシミュレーションかどうかっていうのは VAR の 対象のの場面でではないのでそういうふうに見ると今回、あのー、介入しないという判断もあったんじゃないのかなというふうに思いました。でこのシーンは最終的にプレーとしてはボールはゴールに入るんですけれどもその前のプレーで攻撃側の選手にハンドがあったとして。 えっと、VAR のオンリーレビューによってノーゴールと判定が覆りました。で、ここで気になったのは、やっぱりオンフィールドレビューを実施せずに、オンリーレビューという形で判断、あの、ノーゴールという判定にしてるということですね。で、オンリーレビューというのは、その客観的な事実のみから、事象が判断できる場合にのみ実施されるものです。例えば、 オフサイド。オフサイドはもう単純に最終ラインと攻撃側の位置がパスが出された時点で出てるか出てないかっていう判断なのでもう VAR で一義的に判断ができるというものですしあとはボールがゴールラインを超えているかどうか これもゴールライン上にあるカメラを見れば、ボールが完全にラインより内側に入っているのか、少しでもラインにかかっているのかっていうのは、客観的に見ればわかると。そうすると、そういう場合には、オンフィールドレビューをあえてすることなく、VAR がもう今回はオフサイドですよとか、ゴール入ってますよっていうことを言えば、主審はその通りに判断をすることができるというものです。で、ハンドの場合がどうかというと、 2019-2020シーズンで競技規則の変更ハンドについて変更というか明確化って言った方が正確ですかね。その恋でなないいい場場合合でもになる場合っててうのが明示されていますでそれは手の位置だったり体の状況からその客観的にハンドが判定される場合もあると。あのー 不自然にあの体を大きくしているとかあのいろいろあるんですけれどもで今回要はオンリーレビューでハンドの判定になったということは今回の手に当たったプレーっていうのは客観的に判断できるハンドだったっていうことだと思いますでただハンドか否かの判断っていうのはかなり難しくてあの私も一応新しい 競技規則読んでみたんですけれどもまず文章自体も難しいというかあのなかなかイメージイメージしづらいというかかなり細かいんですね何個もあってでそれを正確に頭に入れた上でその事象を見てあのこれがハンドになるのかっていう判断をするのはもうかなり経験とかあの勉強とかしないと難しいかなと。で今回ののハンドっていうのも 倒れた選手の手、肘部分ぐらいですかね、に当たっていて、しかもこれ、攻撃側の選手なので、で、しかもそのチャンスの場面だったので、攻撃側の選手がね、意図的にボールに触れることはないと思うので、意図的に触れたわけではないと。そうすると、まあ、 今回のハンドが、まあ、逆にそういう意味で言うと意図的に触れたかどうかは判定する必要はないので客観的にハンドかどうかっていう判定ができたっていうことなのかもしれないんですけれども結局この辺り私はハンドに関する競技規則の理解不足があるので私は今回オンフィールドレビューが不要だったのかどうかっていうのがオンリーレビューで良かったのかっていうのがなかなか分かりづらかった。 で、結局その VR の話になると VR の制度そのものの正確な知識は当然の前提なんですけれども行き着くところは競技規則を知ってるかどうか知った上で正確に運用できるかどうかっていうところに突き詰まっちゃうのでそうなってくるともう素人では手出しできないというかあのー。 競技撃則そこまでわからない、わからないというかね、分かってる、私は分からないので、もう、あの、そうなると、あの、VR も含む審判員の方の、あの、判断を尊重して、あの、なんていうんですかね、逆、あの、逆説的にというんですかね、あ、こういう判定になったっていうことはこうなんだ。だから今回の場合でも、 オンリーレビューであのハンドっていうことがあの判定されてるから、まあ、今回の判定はもうあのオンサイドレビューする必要もないぐらい客観的なハンドなんだというふうにあの理解していくしかないと。 いうような形で、あの、VR、VR って言うんですけど、結局突き詰まるところ、サッカーのルールをちゃんと分かってますかっていうところに行ってしまうっていうところが、あの、VAR の難しい、VAR というかね、そもそもサッカーのルールっていうのは難しいなっていうところに突き詰まるところなんですけれども、まあ、ただだから、もう最後のところは審判員の方の判定を尊重するしかないのかなっていう、その、特に自分の分からない部分はですね、自分が分かっている部分はいいんですけれども、分からない部分っていうのはどうして も出てきてきしまうのでその場合はまああの後でね競技規則なりをしっかり見るっていうのはあるんですけれども基本的にはやっぱり審判員の方の判断をが尊重されるのかなというふうに思います3つ目は、えー、と10分50秒くらいからのシーンなんですけれどもここのシーンというかあの話がかなり重要なことかなと思っていまして。 あのこれプレーとしては攻撃側の選手と守備側の選手がペナルティーエリア内で接触はあったんですけれども、まあ、主審の方はあのノーファールの判定をしたとただ、VAR と AVAR アシスタント VAR です、ね、あのはあの PK かどうかっていうのを、まあ、プレー、流れてるんですけれどもかなり時間をかけて見ていたというシーンに対して相良さん あのこれおそらくあの指導員的な立場でいらっしゃった方だと思うんですけど相良さんがしゃべっていたことがあのこれ v r が導入された試合を見る側あのファンサポーターですね観戦側の心構えとしても非常に大切なことをおっしゃっているように聞こえましたでその、まあ、何を言ってるかというと、まあ、聞いていただければいいんですけれども 結局その v r は最適なジャッジを目指すものではないと。あくまで明確な誤りをなくすためのもの。で、審判の判定がまあありえるよねっていう場合には v r は介入しないと。だから相良さんがあこの場面でもう要は主審の判定に乗れるかどうかだよねって言ってたのはそういう意味で主審がノーファールと判断したことが。 あありりううるるととと言えるのででれれば、もうそれ以上は VR は VR 深入りしないということですよね。だからもう3秒もあればっていうふうに言ってたのはそういう意味でおそらくあの程度の接触ならまあファール取ってもいいんですけど取らないっていう判定が明確な誤りじゃないことっていうのはプロの審判員の目からするともう明らかでしょっていうことが伝えていたんだと思います。でそのサッカーーのファールっても白か黒か黒 じゃないところが多分にあってファールともファールじゃないとも言えるよねっていう場合が多いスポーツでその場合にはやっぱりその現場で一番近くで見ている主審の判断を尊重しましょうっていうのが VAR の制度の根底にある考え方なんだと思います。あのなのでこの姿勢っていうのはサッカー観戦者も持っておかなければいけない心構えなのかなと その結局あの PK か PK じゃないかファールかファールじゃないかっていう時にあのどうしてもねあの自チームの,あのことがあったりすると自チームに不利な判定があるとあのファールじゃないとか PK だったとかいろいろ言いたくなるんですけれどもそもそもサッカーというのはその白か黒かだけでは判断できないところが多分にあるっていうのとやっぱり。 一番よく見える、あのー、場面、あのー、状況で一番しっかり見ているのは主審のはずでやっぱりその主審の判定っていうのはあのー、なるべく尊重するという姿勢というのはやっぱりサッカーを見る側としても、あのー、必要な心構えなのかなとあんまりそのなんだろうな、あのー、正確に正確に っていう風な風だとなかなかストレスが溜まっちゃうと思います。で、結局それがしかも正確に見れてるのかっていうのがまた素人にはどこまでも行っても無理っていうところがあ,のあってさっきの競技規則の話じゃないんですけれども競技規則かなり複雑ですしどう考えてもあの一般のファンサポーターよりも J で笛を吹いている人の方が競技則に関しては正確な知識も持っていますし審判としての経験も持っていると、まあ、中にはあのそれを超える方もまれにはいるかもしれないんですけれども基本的にはどう考えてもあのレフェリーの方が,あの方の方が審判員の方の方がそこに関して正確な知識も経験もあるということなので。 やっぱり見る側としてもやっぱりなるべく審判員の判定を尊重するっていう心構えを持っておくということと、まあ、VAR は少なくともそういう運用だよっていうことは思っておかないと何がないんでもああ VAR だ VAR だって言ってるとちょっとどうなのかなとまあその何て言うんですかねそれが別に <laughs> あの悪いというか。 どうっていうよりはそれじゃやっぱサッカー見てつまんなくなっちゃうと思うので、あのね。嫌な気持ちになっててもしょうがないので、あのそういう心構えを大きな心を持って、あのサッカーを見ましょう。まあ、ただね。実際にね。グランパスの試合とか始まってってなると、試合中はそうじゃないかなっていうのはあるんですけれども、それはあくまでも試合だけの試合中だけのことにしたいな。とはあの思いますね。 で、最後に、やっぱりこの動画を見るだけでも、審判員の方っていうのはかなり危機感を持って、真摯に VAR に対して取り組んでいることがよくわかると思います。で、この講習っていうのは、その膨大な講習の中の本当にごくごく一部のことで、審判員の方は、その実習だったり座学っていうのをかなり あの講習を受けててやっておられるはずですであのしかも審判員の方はおそらくあの専業で審判をやってる審判一本でご飯を食べられてるっていう方はほんの一部なんじゃないかなと思っていてその他に仕事もしながらっていう方も結構いるんじゃないのかなとあの思っていて。 でその中でその自分の時間を割いてこうやって勉強もしてあの、まあ、それが審判員としてのなんて言うんです義務だから当たり前って言えばそうなのかもしれないんですけど私はとてもそうは言えなくてあのこういう方々がいるからこそ J リーグっていうのがあの回っているというかねあの審判員がいてこそ試合が成立するっていうことはあるのでやっぱり あのー、まあそういう、あのー、裏事情苦労してるからとかではなくて単純にやっぱりかなり努力をしてあの勉強もされてるっていうことはあるのでやっぱり、あのー、尊重したいなというふうに思って見てます。まあ、よく選手は1試合に 命運がかかってどうのっていうだから審判も真剣にみたいな批判はあるんですけど私はそれは全く当たらないと思っていてその審判員の方も同じ気持ちで試合に臨んでる責任感を持って臨んでると思うので、あのー、あんまりねそういうなんかその無自覚な批判っていうのは良くないかなというふうに思ってます。 まあ、それでも、試合中になると、審判どこ見てんだよ、みたいなことは言うんですけど、あの、それはあくまで試合中っていうことですね。で、あの、にとどめたいなと。試合終わってもね、ああだこうだとか、あの、ね、言うだけならまだしもいろんなところで発信したりっていうのは、あんまり、ね、やってる方も、あの、本当は楽しくないでしょうし、見てる方もっていうことなので、そういうことはあんまり避けたいなっていうふうに、あの、思い、 たいですし J リーグはそういうファンの方が多いといいなっていうふうに思って見てますであの2020シーズンの J1 はまあこれだけ、ま、学んであのー、仕上がった状態で審判員の方が VA と共に VR が導入されますでこれによって大きな誤審っていうのはまあほとんど ななななくなるんじゃないのかなと全部がとは言いません全部がとは言わないんですけれどもほとんどなくなるんじゃないかなと思いますで少なくともオフサイドかどうかとかゴールラインを越えてるかどうかっていうことに関してはほぼ間違った判断はされなくなるんじゃないのかな本当はオンサイドでゴール入ってるのに取り消されちゃうとかあの本当はオフサイドでノーゴールなのに決められちゃうとかいうことはなくなるんじゃないのかなと思ってます。 いますなのでそうなるとより正確なあの結果が反映されるということだと思うのでやっぱり見る側としてはもうサッカーが始まれば審判員は信頼してあのサッカーですよねあの私の場合はグランパスなんですけれどもその応援にあの集中して試合は楽しみたいなというふうに思います。で もう一つ気になるのがあの試合で言うとその現地観戦の方にもなるべく VAR の状況とかが分かりやすいようになってほしいなというふうには思います。でグランパスの場合はちょっとその新体制発表の中でもちょっとあったんですけれども2020シーズンからトヨタスタジアムの一部で 5G を導入して あのあと、その専用アプリとかを使って、その試合中の動画をリアルタイムで見れるのかなみたいなサービスが、これ、一部なのかな、ちょっとよくわからないですけど、あのそういうサービスも準備されてるみたいなんですけれども、そのそういったテクノロジーとかもうまく使って、なんていうんですかね、VR とかとうまくリンクできるとよりいいかなと、単純にそういうい選手紹介とか、動画とか、あの リプレイとかだけではなくて今 v r が何してるのとかそういうのが現地にいる人にもしっかりと分かるようにしてほしいなというふうに思いますおそらくテレビ観戦あの d a z n とかで観戦しているとあの実況だったり解説の方から話が入ったりリプレイが出たりすると思うのであ,あそこのプレイについて見てるのかなとかっていうのが分かると思うんですけれども現地観戦してる場合そこが かかりにくいいいんじゃないのかなのと思っていて、まあ、ただ私は v r 導入試合を生で見たことがないので分からないんですけれどもひょっとして現地観戦してる方は v r r、ね、何が起きてるんだろうってかなり混乱する場合があるんじゃないのかなと思ってます。でここはねやっぱり始まってみないと分からないんですけれどもやっぱりサッカーで一番大切にされるべきは現地 感染しているファンサポータータの方だと思うんですね私はあんまり行けてないんですけれどもやっぱり実際に足を運んでっていう方たちを一番大切にしてほしい。でこれは J リーグもそうですしクラブもそう。でそういう目線からすると。 クラブレベルでできることはなるべくやってほしいなとあの思いますし、あの、まずは豊スタからなのかもしれない。で、水穂はもう建て替えが決まってるので、今更、あの、今のスタジアムでそんなことはなかなか難しいかもしれないんですけども、新スタジアムになった時には、 うんただまあ名古屋市の持ち物なのでとかいろいろ難しいことはあるかもしれないんですけれどもやっぱり、あのー、ファンサポーターがね現地観戦してるファンサポーターが、あのー、置,いてこ置いてけぼりになるような、あのー、ことはあのー、ないといいなというふうに思います。でで最後にこれまで J リーグ公式が挙げた v r に関する動画をちょっと概要欄の方にまとめておいたので気になる方はぜひチェックしてみてください2019シーズン前にアップされた動画これユースの試合を使った v r の動画でこれ結構面白いですあの実際の VAR の中部屋でどういうやり取りがされてるのかとかっていうのが あの見えるのでかなり貴重だと思います。で、あ,のー、もあとの2つというかはその実際に2019シーズン VR が導入されたルヴァンカップに関連する、あのー、2つですね、準々決勝を取るあの題材にしたものとか、えー、と決勝戦を なのでかなり、まあ、あのいずれの動画も面白いですし参考になるので、まああのまあ、結構長かったりするのであの時間がある時にっていう感じですけど気になる方は是非ご覧になってみるといいかもしれません。はい 今回は v r に関してジェリー公式が挙げた動画について話をしてきました。まあね、VAR くしくもというかね、あの U23 アジア選手権であのちょっと話題になって、あのなんか抗議文か質問書かなんかを出したみたいな話もあるんですけれども、まあ、そういうこともありつつ、あの2020のね、J1 リーグには導入されるので VAR についてね理解を深めて奥に越したことはないので少し VAR について話をしてみましたそんなところで佐藤のラジオ第170回今回はこの辺りで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします